氷室さえこ咲子作「海が聞こえる」いろいろ問題はあったけれどやっぱり全てはリカ子に戻ってゆくんだと思うその年の3月に僕は生まれて2度目の東京の土を踏んだというか羽田に着いたある次第に合格して上京したというわけだ 市役所勤めの母親が有給を取ってついてきた田舎での親子二人人波に押されてモノレールに乗った電車に乗り換えたあまりのぎゅうぎゅうぶりにあぜんとしているうちに池袋で降りたまた電車を乗り換えた何度も階段を上り下りしたのでえらく疲れてしまった僕らが最終的に降りたのは石神井公園だった。 母親が地図を片手に駅から歩いて15分くらいのところにあるメゾン花草を発発で発見しした。大した大もんだ。東京に住んでいる東園のおばさん父さんの姉の夫の妹らしいに金額とか条件なんかの希望を伝えて探してもらったアパートだった築13年で管理費込みで6万8千円ギリギリ6万円台だ 2年前に内装し直したとかでキッチンが2畳くらいのクロス張りその向こうに7畳くらいのうなぎの寝床風フローリング東向きの窓は出窓で少しは今風だった月6万円台でこの程度の部屋かさすが東京は物価が高いなぁと内心呆れたけれどまあこんなものだろうという気もした宅急便で送ってあった布団袋と 段ボールがいいくつかか部屋の中にゴロンと置かれていた母親はテキパキと掃除していった僕はただなんとなくうろうろしていたその日はお堀端近くにひっそりと立っている地方公務員用の更生施設というかその割に見た目は結構シティホテル並みの豪華な会館に泊まった。 バスタオルもないアパートでは落ち着かないから初日だけはちゃんとした設備のところに泊まろうという母親の判断だったのだけれどそれは正しくて飯を食ってシャワーを浴びた頃にはどっと疲れが出ていたはめ殺しの大きめの窓からは森のようなこんもりした皇居の緑が遠くに見えたその周りを尾を引くようなテールランプがプカプカと浮かんで光っていた 宙を飛ぶ光の群れを窓越しに眺めながら「感動的な東京の夜やなぁ」と僕は感激していた「東京の夜はきれいや」と本当に思った春の海にぽっかり浮かぶ釣り船の明かりみたいにそれは寂しい美しさに満ちていたひっきりなしの車の音は波の音のようにも聞こえた 僕は懐かしいものに触れたように、いつまでもいつまでも窓際に立って、外を眺めていた。東京到着の第一夜はそんな風だった。翌日から僕らはメゾン花房に移って、地方から上京した親子がする対外のことをした。つまり、新学期に備えて猛烈な勢いで買い物をしまくったのだ。 炊飯器だトースターだ鍋だベッドだとあらゆるものが次々と運び込まれた溺愛カーテンを買ってきて取り付けガーガーと掃除機をかけた母親が毎朝駅前の銀行に行ってカードで5万10万と引き出してくるのを僕はただただ感謝に満ちて眺めていた何せよこれまでの18年間の人生の中でああ子供ってのは 親の金食って行きちゅうがやなぁとしみじみ感じいったのはこの時が初めてだったうちは両親とも公務員でそんなに金がないわけでもないしかしこのあと2つ年下の弟もいることだしこれから数年の息子どもの教育費を思うとたとえ駅から歩いて15分でも築13年のアパートでも御の字というものだいろいろ 世話になりました。「明日は母親がコーチに帰るという夜僕は薄っぺらなフローリング床に正座してぺこりと頭を下げた」「思えば親にデスマス隊でお礼を言ったのもこの時が初めてだった」「まあこれだけ一時にお金使うたら使い疲れするね」母親はなんとなく疲れたような顔で少し寂しげに笑った。 この数日間だけでなんだかんだで万札が30枚は消えていったはずだから声にも実感がこもっていた僕も無母と虚なしく笑った母親はぐるりと部屋を見回して「これだけ揃うたら一通り生活するのに不便もないろもっとええとこに移りたいとかええ家具揃えたいとか思ったらあとは自分でやんなさいよ遊んでも何してもかまんけど仕送りは12万焼きね」 あとは自分でするがぞねまるで新規採用の後輩公務員に言うようなことを言った「うんバイトやって優雅に遊ぶき」と僕は笑って答えた「まあいろいろなれんことはあるけどとりあえず自由になるというのはいいことや」「入学するまでは暇だしバイトやって軍資金でも貯めておこうかとウキウキしながらその夜 僕僕ははやかな眠りににいいた。た。翌日の昼過ぎ、僕は呆然としてて一人ベッドに腰掛けていた寝坊して起きてみたらすでに母親は一人で帰った後、朝一の飛行機で帰るという母親を送っていくつもりでいたのにたくましい母親は眠っている息子をそのままにしてびっしり注意事項を書き込んだメモ3枚を残して 姿を消していたのだ息子べったりの母親でないのは助かるけれど困ったのは一人残された息子の方だ一人になってみると「ここはどこ僕は誰」という状況だ僕は己の住んでいるアパートが東京という都市のどこら辺にあるのかさえ知らんかったしっちゅうのは羽田と池袋と石神井公園だけや しょうがない。土地勘養うために地図でも買おうかと一万円札をポケットに突っ込んで駅前の書店に行った一人になって初めて歩く町はこじんまりした学生の多い住みやすそうな町に思えた食べ物屋がやたらと目についてまあ栄養方面だけは安心やと変なことを思ったりした春休みで帰省の学生も多いみたいで 書店は思っったたより人少なだったずらりと並んだ地図の棚から東京都内の地図を取ったレジに差し出すと大学生のバイトらしい男がちらりと僕を見て「これ買っとけよ便利だから」レジの横に積み上げてあるピアマップをさっさと紙袋に入れてレジを売った一瞬「あそんなもんいらん」と言いそうになったけれどこの辺に住んでいるバイト学生なら 同じ大学の学部のの部先輩かもしれない。とりあえずおとなしくしておこうと考え直したそれは正しくて彼は同じ大学の先輩だと後で知った「どうも僕は礼を言って近所のコンビニで鍋焼きうどんセットやパンを買ってアパートに戻り夕方までじっくりと地図を眺めて方向感覚を培った」「要するに東京というのは」 僕が育った海辺の町クラスのやつがいくつもいくつも集まってる巨大な町の集合体なわけだビジネス街も館長街も商店街も高級住宅地も桟橋も僕の育った高知市では一つの町にちゃんと収まっていた東京というのはそれが町ごとに分かれていてくっつき合いながら増殖しているようなところだ 地図で見る限り川もあるし海もあるし山もあるではないかそれだけあれば十分やと納得したところで取り付けたばかりの電話がルルルルとなった夕方の6時少し前だった朝市で帰った母親が午後から市役所に出て自宅に帰ってくる時間どんぴしゃりだもしもし森崎拓 母親からだろうと思って受話器を取ったのに、聞こえてきたのは変に気取った男の声だった。一瞬、誰がここの電話番号を知ってるんだと薄気味が悪かったが、続けて懐かしい土佐弁が流れてきて一発でわかった。タクかタクろう。俺ちや俺山尾や朝潮か電話の主はかつてのクラスメイトの山尾忠であった。 山尾は浅潮と呼ばれていた。強度が誇る関取朝潮の体型によく似た肥満体だったからだバカバカしいほどあっけないけどしかしリアルなあだ名やお前どうしてここの番号知っちゅうがバカたれお前の母親に聞いたがよそろそろお前が出てくる頃やろうと思うてよこの45ち、ガンガンお前んちに電話かけよったがよ今さっきおばさんが電話に出てよ そこの番号を聞いたわけよ懐かしいなタクなんだおいホームシックかよベッドに座って受話器を耳に押し当てたまま僕も声を弾ませたやっぱり懐かしかったのだ電話の向こうで朝潮はゴクンと息をのみ「うん俺寂しゅうてよタク芝居じみた情けない声で。 またた吠えた懐かしさのあまりか奥に言葉丸出しだ朝潮山尾は僕もすっかりホームシックになっていると思い込んでいるみたいで途端に情絶になってしゃべりだした合格決まった途端に母親が浮かれてよ自分が遊びたいもんやき2月の末にこっちに出てきてよまあ寒いの寒くないので風邪ひいてしもった俺が寝込んでううんうな理由に 母親のやつ一人で歌舞伎座だ買い物だって遊び回った挙げ句ババアから親父があれのほら美人の看護婦連れてブコルフ行ったち連絡来て必須怒って帰っちまってよ俺泣けたぜお前ガラーンとした部屋で一人で寝言うと人生嫌になるで知り合いは一人もおらんしよう <laughs> そりゃわかるよ でよう、どうしようもないき、川村に電話で泣きすいて、うちの大学の先輩紹介してもろうたがやけんどよ。お前、なんかっちゃ、コーチに電話しようがか。僕は呆れて、思わず非難がましい口ぶりになった。川村というのは、コーチの高校の僕らの6年の時の担任で、あまり好きなやつではなかったのだ。こうしてめでたく大学生になってみれば、 高校の時の恨みつらみも山のあなたの空遠くだがしかし思い出すと憎たらしいやつの一人には違いない川村なんかに泣き言言,言うなよ剣道はしょうがないじゃんか俺がこっち来て一番最初に行こうたがなんかしっちゅうか東京の地図だろすまして言うと電話の向こうで一瞬沈黙があったどうしてしっちゅう 心の底から驚いて感心したように朝潮が言ったそうながよ俺こっち来てほら親父がよゴルフで知り合うたっちゅう不動産屋のクソ社長に丸め込まれて買ってあった中古マンションな羽田からタクシーでそこまで直行したきねあどこがどこだか分からんがよこっち来て半月は寝よったし渋谷の新鮮ってとこながやけんのよもしかしてそいつは一等地じゃないか ついさっき書店で買ってじっくり眺めたばかりの東京都内の地図を思い浮かべてみた深線といえば山手線の内側に限りなく近いところではないか確かにどちらだぞお前んちなんだかんだ言うてボロく儲けゆう医者やもんそういう話聞きとないな暗い気分になでお前もう電話すな今日から他人や 冗談半分でガハハと笑いながら突っ放すように言ってやったもっともすぐに後悔した体力がなくてナーバスになっているやつを相手に迂闊なことを言うもんじゃない電話の向こうで一瞬朝潮はショックを受けたように黙り込み「拓は元気じゃんかよ」恨みがましい泣きべそ声が聞こえてきた。 本当にショックを受けたみたいで慌ててフォローしようとした時朝潮がムッとしたように言ったやっぱりあれかリカちゃんと連絡追従期、元気で盛り上がってんのか畜生あいつはもともとこっちが地元やしなお前そうやろ浮かれちゅうがやろ男の友情より女かよクソんでここに武藤リカ国が出てくるがな 僕はは用心深く言いいながら、少ししドドキドキした。人のの名前というのは不思議だ。卒業式前後のどさくさですっかり忘れていた高校の教室とか夕暮れのグラウンドとか自転車に乗って通った通学路とかその時のさらっとした潮風の匂いなんかまで一瞬のうちにどーっとよみがえってきてしまうどうしようもなく切ない気持ちになってしまう あいつは地元の国立バリバリ高知大受かったろずっとあっちぞ何言うがよオタクえっじゃあ知らんかったが朝潮は寝が素直だから意地悪を言うとか嫌味を言うというのではなしに純粋にびっくりしているようだったリカちゃんはさ母親の手前へ高知大受けといて裏で東京の父親と通ツー,ツーだったらしいで国立の試験のあと 友達と卒業旅行に行くとかなんとか言うて東京に来てさこっちの大学受けてたんやと母親に何もかも隠しといて卒業式の後のどさくさでさーっとこっちに来たらしいほんとかそれおおよ俺寂しいもんやき毎日毎日コーチに電話してよ向こうの居残り組も暇じゃんか俺らがいなくなってからのニュースガンガン話してくれるぜ 今の話、リカちゃんと仲良かった小浜が言いよったき、確かな話で。もう、一週間も前に聞いたぜ、その話。たく、聞いちゃうせんがか。聞いてない。こっち出てくるまで、何しよったが、お前。僕は言葉もなく、なだれた。東京に立つというので、この半月あまり、ディスコだ、居酒屋だ、カラオケボックスだと。 毎日居残り組とで歩いて、別れを惜しんでいたのだ。午前零時前に家に帰ったことがなかった。出歩く連中のメンツはなんとなく決まっていて、間違っても理加子と仲のいい小浜とか、そういう女子連中とはクロスしない。だから、そんな情報なんかは耳に入るはずもなかった。そう、僕もこっちに立つ前に理加子に連絡を取ろうかと考えないこともなかった。 いやいや正直言うたら連絡しようかとチラッと考えたりもしたけれどしかし連絡をするなら理カ子からするのが筋というもんだ理カ子と最後に口を聞いたのは確か学園祭の最終日だから去年の11月4日ということになるあの時理カ子は思い切り僕を平手打ちした挙句にバカあんたなんか最低よと罵り 口もききたた。くないときっぱり断言したあれ以来僕らは口も聞いていないそもそも僕らの間柄は朝潮が想像するようなもんじゃなかった全然そういう仲じゃなかったのだだからいよいよ東京に立つという前夜だってもちろん電話なんかはしなかった高知空港を立つ時に居残り組の元クラスメート女子4人と男が3人見送りに来た 最初に女子の一人が泣き出しておかげで男連中もしんみりしてきてこっちもおてれくさくて「夏休みに里帰りした時にクラス会やろうぜ」とかいい加減なことを言ってヘラヘラ笑いながら視線をフラフラさせていたそのついでにぼんやりとドア越しにタクシー乗り場に視線をさまよわせたりもしたけれどりか子の姿はなかった当然だ あいつが見送りに来るはずがないもんなお互い大学生になって僕は東京理カ子は高知という物理的な距離もあることだし本当にこれきりなんだなと納得して僕はチェックゲートをくぐったそれきり理カ子のことは忘れていたと思うその時すでに理カ子が東京に来ているとは思ってもみなかったそうか そういういことだったのかと僕は最初のショックが収まってくるに従って少しずつおかしくなってきたりか子はそうやってまた一人でやっちまったのか「おいクちゃんよ聞き言うか!」「まあ元気出せ」って電話の向こうでなんだか急に気力を取り戻したように朝潮が大声でわめいた。 そのうちリカちゃんから連絡くるぜリカちゃんお前を追っかけてこっちに出てきたかもしれんぞ <laughs> お前平和だよな僕は思わず吹き出してしまったその後急激に朝潮のしゃべりに興味がなくなってしまって自分でも白状やなと思ったがまあしょうがない10分ばかり当たり障りのない話題に振って近いうちに会おうと約束して電話を切った 僕はベッドにごろりと横になってぼんやりしていたしばらくしてふと思いついて立ち上がり押し入れに突っ込んだままのボストンバッグを引っ張り出して僕らの卒業者名簿を取り出した僕は卒業の時に取り決めた東京支部の同窓会初代幹事にさせられてだからちゃんと名簿を持たされたのだコーチの小浜由美の家の番号を確かめて 受話器をを取り上げてボタンを押したすぐにおばさんが出た「あら森崎くん、まあ、まあ元気いつ東京に行くの?」えらくのんきないリアクションだったもう東京に来ていてこの電話も東京からで同窓会のことで小浜とちょっとと口ごもると小浜はおととい神戸に出発してしまったという。 その時初めてあの丸っぽい顔をした白パンみたいに柔らかな顔をした可愛い小浜由美は神戸の女子大に行ったのだと知った神戸の連絡先を聞いて切るボタンを押しながらまるでちょっとした別れのシーズンやなぁとしんみりしてしまった四国の高校生なんて変なものだ居残り組京阪神組東京関東組と 日本全国に散らばってしまう。例外は北海道と沖縄くらいのものだがそれだって毎年一人や二人の変人がいてちゃんと北大とか琉球大に行ってしまう僕は用心深く教えてもらった小浜の下宿先の番号を押そうとしてなんとなく思い直して受話器を置いてしまった。 今更小浜に電話して理カ子のことを聞いたところでどうなるものでもないもんな腹が空いているのに急に気がついて僕は買ってあった鍋焼きうどんセットをガス台に乗せたうどんができる間何ということもなく床に広げてあった地図を眺めていた気がつくと清浄という町を探していたそこは理カ子の父親が住んでいる町だった 理香子が東京に来ているとなるとやっぱり親父さんのマンションにいるのだろうか成城という町名はすぐに見つかったが要するにそれだけのことだった詳しい住所も知らないし電話番号も知らないうどんがに立ったのでガスの火を止めようと立ち上がり目がふと床の一点で止まった写真が一枚 落ちていたそれはほぼ1年前の5年生の修学旅行の時にワイキキの浜辺で4組のすらが隠し撮りしたリカ子の写真だった旅行の後男子の間をかかめぐったマル秘写真帳の中で一番人気だったやつだ白地に黒の水玉模様の水着で水着そのものは平凡だったが 理香子の体は嫌に肉付きが良くてつまりナイスボディってやつで男子の間では結構話題になったナイスボディというなら1組の澤田美恵とか5組の桜庭久美子がいたが彼女たちは制服を着てる時からナイスボディだったところがリカ子は制服姿だと痩せたスリム体型なのに水着になると あれと思うほど迫力あるサイズでなおさら人目を引いて売れに売れた写真だったなんでこんな写真がこんなとこにあるがな写真を拾って眺めながらちょっとぼんやりしたボストンバッグから名簿を出すときに何かに挟まっていたのが出てきたかかな写真の中のリカ子はひどく不機嫌そうだった膝を抱えて はがきみたいな青い海をぼーっと眺めていた1月の末だというのにハワイの海は抜けるように青すぎてまるで合成写真みたいにリアリティがなかったそれでもこの写真の中のリカ子の変に思い詰めた顔だけはリアルだった望遠レンズを使ったわけでもないのにここまで間近にリカ子の姿を捉えることができたのは 巣だってやつがこの日のために双眼鏡にカメラが組み込まれたやつを雑誌の通販で買ってあったからだあいつはさも双眼鏡で遠くの海を眺めるふりして片っ端から水着姿の女子をバシバシ盗み取りしてたのだ理香子の写真を置かずにうどんをすすっているうちにふと修学旅行の宿泊先のホテルのロビーで理香子に呼び止められた時のことを思い出した。 リカ子とまともに口を聞いたのはあの時が初めてみたいなものだった今から思えばあれはとても象徴的なことではあったリカ子が僕に声をかけたのはちゃんと目的があったからで恋愛というかつまりその好きだとかそういうんでもなかったのだ好きでも何でもなかったというのが今更ながら身に染みてきて 僕はふともう二度とリカ子には会えないだろうなという予感がした。春から同じ町というか大都市だけどもに住むと分かっていてリカ子からは何の連絡もない。リカ子に限って照れているとか恥ずかしいとかそんなことはありえない。連絡がないのはつまり連絡するつもりがないからだ。 地図を見なければどこがどこだかわからない東京で理科子と偶然に再会するのは砂浜で落とした小粒のダイヤモンドを探すみたいなものだそう偶然の再会なんてことは基本的にはありえない写真の理科子を見ているうちにいくつかの理科子がいるシーンがよみがえってきた6年生になって 同じクラスになったことやゴールデンウィークの小旅行や二人で泊まったホテルやいろんなことを僕には割に楽しかったり驚いたりもしたいくつかのこともリカ子には何の意味もなかったわけだなそれはなんだか少しばかり寂しいことだった僕はその時初めて 理をすごく好きだったことに気がついて取り返しのつかないような悲しい気持ちになった。